オースティン・ダレンデーは、アメリカ合衆国カリフォルニア州、アーバイン出身のバスケットボール選手。ポジションは SF。ウッドブリッジ高校での最後の年に、平均30.9ポイント、12.4リバウンドを記録。その後アシントン州にある、ゴンザが大学に進学。2009年、デトロイト・ピストンズから2009年の NBA ドラフト、全体15位で指名され入団した。 ルーキーシーズンには六十九試合、うち四試合に先発出場し、平均十三点三分プレーし、五点一得点、二点五リバウンドと、まずまずの成績を残した。二千十から二千十一シーズンは、七十二試合、うち十六試合に先発出場し、平均二十点一分、七点五得点、三点八リバウンド、3ポイント成功率4割以上と成長の、 後を見せた。2011から2012シーズンは、ロックアウト期間中は、ロシアプロリーグでプレーし、その後、ピストンズに戻ったものの、負傷の影響で、強みである3ポイントシュートの成功率が21%と、ロングレンジショットに制裁をかき、順調に伸ばしてきた、出場機会も激減し、節目の時期を迎えた。2012から2013シーズンは、 シュートタッチは回復したもののディフェンス面での貢献も期待できないことから出場機会をさらに減らし2013年1月30日にメンフィスグリーズリーズに放出されこちらでも出場機会はほとんど得られずルーキーイヤー以下の成績となり2013年8月1日トロントラプターズに移籍した2013から2014シーズンは わずか8試合平均4分という出場機会しか得ることができず、完全にベンチ選手となっていた中、2014年2月20日トレード期限直前にランドデコロとのトレードでサイアントニオスパーズに移籍した。3月24日のフィラデルフィアセブンティシクサーズ戦で自身最多の6本の3ポイントショットを決め、22得点を稼ぐ活躍するなど、 三試合に二桁得点を残した。プレーオフでは一試合6分の出場に止まったが、自身初のチャンピオンメンバーとして、名を残した。2014から2015シーズンは、開幕を控えて、ドラフト一巡目指名のルーキー、カイル・アンダーソンや NBA 経験の少ない選手に、混じって、ジェフ・エアーズと共にトレーニングキャンプに参加し、ローテションプレイヤーを目指す意気込みを、 見せ替マクロースター入りを果たした。26試合に出場し、平均4.0得点、2.3リバウンドの成績を残した時点で、2015年1月17日、解雇され、FA となり、その後デイリーグでプレーした後、3月15日にアトランタホークスと10日間契約を結び、その後複数年契約を結んだが、シーズン終了後の7月9日に解雇された。 2015年9月28日、クリーブランドキャバリアーズと契約したが、開幕前に解雇され、以降は、ヨーロッパ各国でプレーしている。父親である、ダレンデーもプロバスケットボール選手であり、2ーシーズン NBA でプレーした、ニセイ選手の一人。3ポイントを含めた、アウトサイドショットを得意としているが、センタークラスの身長を有するにもかかわらず線が細く、こうしも、 ペイントエリアでの貢献ができないことが、ロールプレイヤーからの脱却を妨げている。ありがとうございます。